こんにちは、PZP です。今日は小山市にあるホワイト餃子小山店さんに来ています。普段は混んでるんだけどね、今日一番乗り来たんで全然余裕です。ホワイト餃子さんです。営業時間はこんな感じです。はい、それでは入ります。餃子2人前18個とライスセットを注文しました。店内はこんな感じ、縦長です。で、自分は最初の客なんで全然空いてます。そうです。で、ここの餃子の特徴とかあったら教えてもらえますか？特徴、丸い。あとは皮がパリパリ。皮がパリパリ。あとニンニクを使ってない。とても食べられる餃子。好みが分かれますね、この餃子は。でもね、ハマる人はハマるんですけどね。これは朝から包んでるんですよね。朝から、うちの主人が朝4時に起きて皮練って、皮を2時間ぐらい寝かせて、でそれから機械でさささって抜いて、でそれ全部手で包むんです。すごい大変ですね。その割にあまり身にならないです。労力の割にはね。なるほど、わかりました。じゃあ楽しみに食べさせてもらいます。はい、はい、餃子は注文を受けてから焼くんで15分から20分かかります。お待たせしました。さっきの2人前今ここ持ってきます。かなり熱いので気をつけてください。はい、ちょうどいいです。熱々のパリパリ感が美味しいんですよね。熱々のパリパリが。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。Thank you.
大事にしてください。野田だっけか。そうです、そうです。野田は行った時ないですか。野田はものすごい昔に一回行った記憶がある。行きましたか。なんか結構広かったイメージ。広いです。なんか2階席もあるんですよ。ですよね。2階席は有料で、お花とか飾ったってすごいね。個室になってて、こう、畳部屋だって。なんか1階広いとこで食べてて、はい、やたらお持ち帰りの人が多かったのを記憶してるんだ。そうです。うちもほとんど持ち帰りですけどね、もうね、コロナなんてか余計ですね。いやー、美味しかったです。大丈夫でしたか。顔パリパリでしたか。大丈夫でした、うん、顔はパリパリだし、はい、中熱々だし、もう焼け出しますよ、一緒に食べたら。もう良かったです。じゃあいいですね、これね。ニンニク使っているので、やっぱり次の日のことは心配になってます。うん、気にする人は気にするので、うん、ありがとうございます。いい、とんでもない。ありがとうございます。はい、2000円でお願いします。7人もらいました。1週間以内にどうにかします。お楽しみに。ありがとうございます。ごめんなさい。